餃子の王将天ヶ崎インター店。俺は今回濃厚そうなこのメニューを注文した。こってりラーメン638円。いただきます。このメニューは見た目は天下一品のこってりラーメンと似ている。だが天下一品と違って豚骨醤油ベースで、しかも結構マイルドである。おろしニンニクがトッピングされているのも嬉しい。そしてチャーシューがなんと3枚も入っている。このメニュー値段が安めなのでかなりお得感がある。麺はスープがよく絡む。実にうまい。俺は今回初めてこのメニューを食べたが、あまりのうまさにびっくりした。そして後悔した。こんなにうまいならもっと早く食べておけばよかった。なんで今まで食べなかったんだろうと後悔した。このメニューうまいのでおすすめです。ぜひ一度お試しください。食べないと俺みたいに後悔すると思います。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。